さあ行きますよ。そしたら。アジサイはじゃあ向こうの上かな。あっちからアジサイ行きましょうか。こっちは真夏コーナーで。あっちはちょっと、初夏、初夏的な。これ店。さあ、今日は観葉があるよ。え？はい。観葉いっぱいあるよ。さあ、んで。ウンベラータの素晴らしいのが入ってきましたよ。どうだ？違う、これもそうだけど、1万円のウンベあった。これはやっぱりね、繊維には残らないんですよ。こんだけいいの。後でまたね、インスタで撮ります。パキラ。どれだ？パキラ。はい、中にちょっとまとめて、入り口のすぐ入った右側に、のここからひまわりがあったあたりにまとめておいてもらって、これがそれリチャーそれリチャーね、オーガスターですね、オーガスター。ちょっと後でまたこれも見せます。全部15鉢。これは重たいからちょっといいや、大丈夫、よく難しい。これコンシンガー8号の、これちょっとフリーでね、買った一つだけあります。3000円の、3000円。8号です。すごい綺麗でしょ？マジカル。なんとかマジカル。マジカル、マジカルアメジスト。これがね、7号のオーガスタ。やっぱオーガスタ人気あるからね、育てやすいしね、いいんですよ。2500円のオーガスタ。なんか、2500円のオーガスタ。これ食わず芋、これはこの時期だけね、2ヶ月ぐらいでも出回りますかね、2ヶ月間。オーガスターじゃなくて食わず芋。はい、かっこいいですね、7号配置。で、これがさっき1万円だった、ウンベラータの、それのちょっと小さい版、8号サイズになります。こんなんで、これ8号だけど、6000円だね。あ、すみません。ユーカリ、突き抜きユーカリって、まあそんだけ成長しますよ、名前がそんなについてます。突き抜きってそういうことだよ。突き抜けちゃうってことかな、こんな感じ。1500円、突き抜き、まあ今ユーカリお買い得かも。ただね、数がないまあ要は旬じゃなくなってきたってことですかね。サンセベリア、これいいね、8号のモリモリのローレンチ。はい、これ注文したら5000円だね。そうだよ、はい、OK。で、アルテシーマ、これいいね、なんか形が整ってます、色もいい、アルテシーマ。じゃんじゃん、レオナルド・ダ・ヴィンチの8寸、あ、9寸だ、9寸。1万円近くしちゃいますよ、これ、まともに仕入れると。母の日は1万円クラスでした。こんなのがなんと今日はお楽しみ価格でございます。3分の1のお値段ですね、これね。今日限定一発。これ行く？気合い入りますよ、気合い。気合い入らなくていい。そうだね。特にそうだね。これジャカランタ。夏いいね、涼しげで。あ、なんか涼しげに見えるところで。さ、はい、それとサボテンです。ミックスサボテン。気をつけてね。この間強引に行ってた。慎重に行きましょう、今回。慎重にね。気をつけながら、お願いします。中の多肉コーナーあたりにやる。はい、これ注文でーす。何が人気って今、ポーチの方ね、人気あります。すごい、競りでもダダダーッと流れていく。みんな競争してガッとボタンを押すんですけど、その流れるスピードが半端じゃない。みんなそんだけ欲しがってて、一斉にボタンを押すみたいな感じですね。感じです。それが今、ポーチラカーです。
で、アジサイの赤がこっちだったんですけど、なんともう赤的なのはもうこれしかなかったって感じ。なんで、1ケース、狙いを定めて1ケースゲットしました。赤っぽいのはないですよ。もうなんかね、色が変色してたり、変色って夏バージョンになったり、秋バージョンになったりして、ちょっとね、くすんだ感じに、まあ、それはそれでおしゃれなんですけど、クリアーな色はもう少ないですね。で、これ前回も入荷だったんですけど、引き続きケース入れました。まあ、人気あるんだかどうかわかんないけど、とりあえず今季節のお花です。インパチェンですね。これが特化でできる。お、やってくれたんだ、ありがとう。すごい黄色くなってる。これだけ特化。コリウス100円。これはね、コリウスの例の栄養系ってやつ。コリウスでも栄養系があって、モリモリのモリモリの仕方が半端じゃないらしいです。コリウスの栄養系です。そう、本当に仕入れが高くてね、栄養系はそんな簡単に100円にできなくて、これは注文です。あ、山本さん注文か。いや、あ、背が違う。山本さん、あれあれ、山本さん、こっちいいよ、あれ、あ、あれ、あと、山本さん。で、これが花滑り比喩。まあ、これもポーチラカなんですけど、なんと花が大きい。大輪系のポーチラカです。で、これ150円なんですけど、こんなにモリモリでーす。すごいな。すげえしっかりしてます。やっぱ高いだけあるね。高いからどんなにいいんだろうと思って、ちょっと今日は試しで入れてみました。ちょっとね、品種ちょっともう減らしてますんで、まあ、その代わりこうやってちょっとね、なんか面白そうなのを冒険して入れてます。面白いでしょ？全部大輪系ですからね。ちょっとこれ大輪系のポーチラカ、面白かったんで入れてみます。でかい。一応、高値から押してくれましたね。高値から30。一回これ裏に持ってください。ちょっと注文があって分けなきゃいけなくて。あとこれちょっとお初です。日々のね、タトゥーっていうちょっとワイルド系な日々草です。すごい花も丈夫ですね。すごいしっかりしてます。値段分けたいんだけど、150円にしたいぐらいなんだけど、そのぐらい良くていいんだけども、私たちは分かんなくなっちゃうので、それでも100円でやっちゃいます。日々のタトゥー。あ、待って、待って、待って。山本さんです。暑い。いや、このトラックの中はサウナみたいですね。山本さんです。ちょっとね、うちはもう今まで売ってたものは一回一通り一回お休みします。で、ちょっと新しいね、ものを入れてきてますんで、これが注文でございます。これがお初、外間さん。外間が、ちょっと涼しげでいいよね。湿気のある結ぶのクソ暑いじゃなくて、蒸し暑い時は、これね、外間いいですね。なんか涼しげそう、涼しくなんかさらっと持ちますよ。花持ちがすごい。とりあえずちょっと値段全然下がらない。まあこれから旬ですけどね。これが、あれ、ペンタスの中でも持つ種類です、これ。あ、こちらいいです、これ。ユーフォルビアね、うちも欲しかったんだけど、ちょっと注文に優先します。ちょっとどうしても欲しいんだって、お花屋さんが。だからこれは注文で今日。これ山本さんに回してください。
これ今からしっかりね、暑さにも当てて、あとは秋のね、ちょっと明るく、あと赤くなってくるのを楽しんでもらいます。コキアってやつね。秋には真っ赤になるやつですよ、あのね。ほうきそうとも言われるかな。ああ、はい。こっちに、あの、竹は。はい。アメブルー。前回ね、ちょっと注文あってなくなっちゃったんで、今日はアメブルー、アメリカンブルーですね。非常に持ちは良くて育てやすいです。はい。これから夏はこれでいいですよね。ブルーのちょっと数字からアジサイ。もうなんか、アジサイもね、いつなくなってくるかわかんないんで、ちょっとこうやってね、色が少しずつ変わってきてる。こんな感じになってくるんですよ。夏仕様。ね、こんな感じでーす。で、ミレイがちょっとね、もう、置き場所とかの相談で、ちょっと量は減らしてます。シャイニーピンクという、ちょっと可愛いピンクでございます。5本立ち。いいね。ダメです。はい、こんな感じかな。これはちょっと注文でね、かっこいいでしょ。4日のかっこいいやつ。前回入れたらね、なんかちょっとまた注文で欲しい方がいて、いい4日ですね。4日の、なんだっけな、ブランチっていうタイプ。この木の大きさ。15センチなのかな。こんな感じ。太いやつ。誰も持ってってくれないんです。重たさ重たすぎてね。自分で持ってきます。